10月5日放送の、の元のまんま、文化放送、レハ、トがパーソナリティを担当。メンバー同士の仲の良さが伺えるエピソードを明かした。今までの自分にはないようなお芝居の引き出しをたくさん学ぶことができた。目黒の同番組への出演が5月の放送以来ということで、深澤は番組冒頭から、お久しぶりだよ。目黒、やっと戻ってきてくれたと感激している様子を伺わせ、目黒も久しぶりの出演を、嬉しいと喜ぶ。7月期に放送されていた主演ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の撮影のため、ラジオ収録に参加できていなかった目黒に、深澤は、お疲れ様とねぎらいの言葉をかけ、目黒は、今までの自分にはないようなお芝居の引き出しをたくさん学ぶことができたし、すごく楽しい現場でしたと太鼓。さらに、メンバーも、撮影現場に、来てくれたりと言いながら、オープニングトークということで、後でいろいろ話せたらいいねと期待を煽る。深澤、目黒不在の現場で、ガク、佐野優斗に会って、ガクと写真を撮る。その後、近況トークをするコーナーで、目黒はドラマの撮影現場に深澤が来てくれた時のことを話す。メンバーみんなが差し入れをすごいしてくれて、ふっ、かさん、深澤が現場に来てくれてと感謝する目黒だが、俺がいない時に、と、深澤の訪問が目黒の不在時だったことを明かす。これがまた面白いと笑う深澤に、目黒は、その前もいて、その後もいるのに、間のピンポイントでいない時に、と嘆く。深澤の訪問後、目黒が現場に戻ってくると、スタッフが笑いながら、深澤さん、来ましたけどと報告してきたという。深澤は、前日に、差し入れするものの受け取り時間の関係で、目黒不在の時間帯になってしまうことが判明したが、休日返上で一人で現場に届けると言ってくれたマネジャーに対し、オフのマネジャーさんを一人で行かせるのも嫌だから、俺と一緒に喋りながら、ドライブしながら行こうよという流れになったと説明。結果、目黒は現場にはおらず、逆、佐野優斗に会って、ガクと写真を撮るっていう、笑いことになり、目黒はそれも後から佐野に、ふっ、加さんと写真撮ったんですけどと報告されたという。会えなかったけどすごく嬉しかった。深澤は目黒不在の現場でスタッフと交流する中で楽しい雰囲気を感じ、それぞれが本当にこの作品をみんなに見てもらいたいっていう熱量がすごく伝わって、逆に目とは会えなかったけど、他の人を見れてよかったと熱弁。目黒は深澤の訪問や他のメンバーからの差し入れなどもあり、周囲から、って相当仲いいなと感心されたと述べる。深澤は、他のメンバー8人もきっと目に頑張ってほしいっていう気持ちがあって、それがいいよねと言い、目黒は改めて、会えなかったけどすごく嬉しかったと深澤に感謝した。次回の、スノーマンの元のまんまは10月12日、木曜日、夜9時より放送予定。阿部亮平とがパーソナリティを担当する。